はいどうもこんにちはクレイです。ということで今回はベストナイン&タイトルホルダー第1弾13選手能力徹底評価やっていきたいと思います。はいというわけでございまして1月の26日からですね、ガチャイベントで登場になっているこちらのベストナインタイトルホルダーなんですが、この動画ですねおそらく1月の31日あたりにアップになってるかなと思うんですが、もう累計終わってる方とか、ちょうど終わるよって方なんかも多いタイミングになってるんじゃないかなと思います。なんでまあねそこで当てた選手だけ見ていただくのも OK ですし、まあ、まだねガチャちょっと迷ってるよとか累計次第でどうしようか考えてるよみたいな方は狙いを想像しながらですね、全選手見ていただくのもいいのかなと思いますので、プレイスタイルに合わせて見てもらえれば幸いです。ということで早速本編やっていきましょう。はいということでございまして、いつも通り評価得意 AB プラス BC の5段階でやっていきます。でそれを決める上で5つの部門でのそれぞれ5段階評価ですね。デフォルトの能力、称号含めた能力、特殊能力、限界突破のシャスター、自走スタメンです。であとはまあ毎回ではありますが、限界突破コーチ使うべきかっていう話に関しては、基本的に特 A が使う価値ありというね指標の一つであるんですけども、まあ一応今回動画の最後でもね、スピが上がっていることで、そこもね若干変わってきているところだよって話はしたいなと思いますので、まあ最後まで見てもらえれば幸いかなと思います。でその後おすすめの使い方を置くべきだ、順付けたい称号、さらには投手に関しては球種の数と B 球種以上の数ですね、もう合わせて表示していきます。であとは同ポジション内でのランキング等の比較ですね。はいこちらもやっていきたいなと思います。でまああくまでもですね、ゲーム内の能力に対しての選手評価動画でございまして、現実の選手に対する評価ではありませんので、まあ、そこに関してはね、ご了承いただける方のみ見ていただければと思います。はいということでございまして早速やっていきましょう。まず1人目ソフトバンク甲斐拓也選手ですね。はいこちらに関しては評価 B プラスさせてもらいました。ここに関してはですね、称号でやっぱりパワー型まで持っていけるかどうかっていうところが、一番は肝かなと思っていて、まあ、正直言って総力型のデフォのままだとそこまで評価的には高くないかなって感じなんですが、まあ、パワー型まで持っていければ今現環境ではね3600のキャッチャー唯一なので、まあ、そういった部分でも、評価的には高いかなと思います。まあ、キャッチャー他でね城島選手 OB で持ってたりとか森友選手持ってるよっていう状況だと入れ替えすごい難しいところかなとは思うんですけど、レギュラーのスタメンはねちょっとどうしてもやっぱミパの部分甲斐選手そこまで高くないんで、まあ、森選手とか城島選手持ってればそのまま、森選手城島選手使ってもらって、まあ、パワー型まで、持っていければねベンチ枠とかに入れやすくなると思うんで、まあ、そういった起用がいいのかなと個人的には今現状は思っております。続いてソフトバンク石川選手ですね。こちら評価 A とさせてもらいました。まあ、ここに関してはですねデフォルトで9位型で9位 A、 そして先発中継ぎどちらも限界突破ゼロでいけるっていうところ、ここがねかなり評価的には高くなっているところでございます。まあ、ちょっと球種に関してはねまだなかなか能力そこまで高くはないかなっていう感じなんですが、まあ、それでも9位型で5球種で、この能力って考えますと、使い勝手的にはいいのでね、そういった部分で今回の評価は A という感じになっております。続いて、もう一人ソフトバンクモイネロ選手ですね。こちらも評価 A とさせてもらいました。まあここに関しては中継ぎオンリーの適性ではあるんですけど、やっぱ変化球強いですね。5球しながら B 球出場が2つっていうところで、まあ、あとはデフォの能力に関しても、QA 乗ってますので、まあ、QA 型で、この球種持ってると、石川選手同様に、中継ぎに置きやすくなってるのかなと思います。まあここはとりあえず中継ぎね他にたくさん強いピッチャーいないっていう状況であれば、速攻育成になるかなと思います。続いて西武栗山選手ですね。こちら評価 B プラスさせてもらいました。ここに関しては、まあ、デフォで同値であればね、まあ、デフォルトの能力に関しても読んで、まあ、評価 A でもいいのかなっていうところであったんですけど、まあ、ちょっとそこが崩れちゃったっていうところが、まあ、能力上がったんですけど使い勝手の部分では、まあ、若干マイナスになったっていうちょっと複雑な感じですね。といったところで、こういった評価ではあるんですが、まあ、当然称号で星さんの怪力無双か大砲ですね、つけられれば、ミートパワーの同値にはなりますと。ただまあそこ決められなかったとしてもミート型っていうところで、まあ、使いづらいところではないと思うんでね、まあ、単純に、スピリッツも上がっておりますし、まあ、他に強い選手たくさん持っててもベンチのコンボ枠っていうところに、まあ、起用するっていうのも一つありなのかなと思います。続いて、もう一人西武外崎選手ですね。こちら評価 A とさせてもらいました。ここに関してもねすごい、まあ、評価難しいところで、まあ、本当に毎回ね得意にしようかなって迷うレベルでめちゃめちゃ強い選手でございます。もう正直称号まで持っていって完全にパワー A 総力 A まで持っていって、でかつ特殊も A まで持っていってるよっていう状況、完全体の外崎選手であればもう得意って感じですね。まあ、山田選手がね、この3600は出ないっていうところがセカンドの勢力図としてあるので、まあ、そうなると外崎さんか、浅村さんか、まあ、ここ2人のどっちかはね取っておきたいっていう感じになると思うので、そうやって考えていた時にこの外崎選手の価値は、現状かなり高いのかなと思います。続いて楽天鈴木大地選手ですね。こちらも評価 A とさせてもらいました。まあ、ここもやっぱりベストナインタイトルホルダーで能力がプラス1になったことでミート A に乗ったこと、これがかなり大きいですね。ミート A ミート型っていうところを使い勝手、良いですと。でまあ起用法に関しては、まあ、サードがメイン適性であるんですが限界突破3回できればね、ファーストも受ける適性にはなりますので、まあ、ファーストセカンド、あたりの起用もありなのかなと思います。
続いて日本ハム中田翔選手ですね。こちら評価 A とさせてもらいました。ここに関してはファーストね、かなりまあたくさんいろんな選手出ている中ではあるんですけども、まあその中でも当然やっぱスピリッツが高いっていうところと、まあ単純に総合的なステータスを見ていった時にファーストの中ではかなり上位につけてるんですよね。というところで、今現環境であればね、間違いなく、まあオーダーには、スタメンじゃなかったとしても絶対ベンチワークには、入ってくる選手にはなるのかなと思います。続いてオリックス山本由伸選手ですね。こちら評価特別させてもらいました。もうここは最高評価オール5ですね。まあ称号で請求プラス2がつけられればオール A という形になりますので、まあ一番はそこは理想なんですが、そこがつかなかったとしてもめちゃめちゃ強いですと。であとは適正的には中継ぎ限界突破3回できる C 適正持ってますので、ここも本当に大きいです。でもう何度も言ってますが、次のシリーズでね、消えることないしは下がることっていうところもね、想像ができるので、まあこの山本由伸選手に関しては確保しておいて損は、絶対ないのかなと思います。でまあついにね、先発に関しては100選手突破しましたけれども、その中でも本当に高い続けにね、この山本由伸選手に関してはなっております。まああとはアニバーサリーとかでね、獲得できてる方も本当にこの対強打者がリアタイにおいてめちゃめちゃ強いので、まあぜひともね、ここは継承したい形になるかなと思います。続いて巨人坂本選手ですね。はい、こちら評価特 A とさせてもらいました。ここも、オール5の評価ですね。まあもうここは正直言うことないです。はい、もう本当に、ショートの中で、最高の能力で、さらに最高のスピリッツで出てきてますので、もう当然ここはまあこういった評価になるよねといったところかなと思います。まあ打順に関して言うのであれば、まあリアタイで起用するのもリーグでも全部そうなんですけど、まあやっぱ固め打ち持ってるので、できれば上位には置きたいかなっていう感じですかね。うん、まあここは本当にベストナイタイトホルダー一番の必須選手と言ってもいいかなと思います。続いて、阪神近本選手ですね。こちら評価 B プラスさせてもらいました。ここはちょっと今回まあ査定も上がって評価難しいなと思うところではあるんですけども、まあ一番はあとミートが1あればね、ミート A 乗ったんでそこが惜しいなって感じであるんですけど、まあ完全総力型ながら、全体的なバランス、今回かなり良くなってるのでこういった評価にさせてもらいました。まあちょっとね、総力型の選手がオーダーに入らないよって方とかだとなかなか当たってきついなと思ってる方もいるかなと思うんですが、まあリアタイの部分とか、あとは単純にミパーのコンボとかに余裕がある状況であれば、ダイソー要員とかにね、ベンチワークで送っていうのも、使い方的にはありなのかなと思います。まあ、あとは打順的にはチャンスも持ってるんで、まあ、2番か、まあ、8番9番あたりに置くのがいいのかなと思います。続いて中日福選手ですね。こちらに関しては評価 B プラスさせてもらいました。ここは、まあ、今回ねベストナイタイトホルダー初登場というところで、評価は難しいところであるんですけど、1番はやっぱり QA 乗せられるかどうかですね。ここはかなり大きいかなと思います。まあ、あとはちょっと他の選手に比べて限界突破の部分がちょっときついなって思ってる方もいるかなと思うんですけど、一応もうシリーズ2でもね A ランクは排出になってるんで、今回は4という評価になってます。まあちょっとここはね、限界突破コーチ使ってまで極める価値があるかと言われるとすごい難しいラインかなと思うんですけど、中継ぎが現状なかなかいなくて中日の選手にも困ってるよっていうダブルでね、ダブルでピンポイントで、補強ポイントに合致してる場合に関しては、まあ、福選手に関しても全然スピリッツ高いんで限界突破コーチ使ってもらうのもありかなと思います。続いて広島鈴木誠也選手ですね。こちら評価特 A とさせてもらいました。ここに関しては自走サメ以外はオール5というね、評価でございます。まあ自走差の部分も全然普通に打ちやすいんですけど、まあ単純にバーヒーで降格はなしっていう感じなんで、まあここは、人それぞれかなっていうところで、こういった評価にさせてもらいました。でまあここも正直、あんまり語るところもないんですが、星2のミスターフルスイングですね。これが決まるともう本当に最強ですと。でまあ現環境でも本当に、ライトもう現役 OB 全部ひっくるめてもスピリッツが高いことも全部含めて、圧倒的にもう最強のライトと言えるかなと思いますので、まあ、当たった方は当然、ライトで使ってもらうのが一番いいのかなと思います。で最後ヤクルト青木選手ですね。こちら評価 A とさせてもらいました。ここもねちょっと特 A 悩んだところであったんですけど、まあやっぱ称号前提っていうところと、まあ、あとは絶対必須かってやるとすごい難しいラインかなってことで、まあ今回は A という評価にさせてもらいました。まあただ本当に、この間動画も出しましたけれども、めちゃめちゃ強いことには変わりないですと。まあ、一番は称号でねミスターフルスイングつけてミパ AA の同鎮でさらに、特殊でレフト守備 B まで持っていっちゃえばね、もう本当に、完全に最強なレフトと言っていいかなと思いますので、まあ、そこが全部決められればもう完全に特 A でもいいぐらいの評価ですと。でまあ限界突破コーチに関しては、まあ、外野がちょっと手薄だよっていう状況だったりとか、またヤクルトワークがいないよっていう状況とかであれば、がっつりもうよね、ドスコーチ使うレベルの、価値がある、選手になってるかなと思いますので、まあ、そこは迷わず、全然ゴーしちゃってもいい、ラインにはなってるかなと思います。はい、ということで以上ね、13選手の評価やっていったんですが、最後に総括して終わろうかなと思います。もう何度もねずっと口酸っぱく言いましたけれども、 SP3600 な時点で全員強いのはもう間違いありません。
ありません。はい、通常のどの選手よりもやっぱりねスピリッツが100高い時点で、全然ね、価値が違ってきますよと。ただまあその中でもね、評価今回つけましたが、特権の評価つけてる選手に関してはもう替えが効かない、選手っていう形に、なるかなと思います。今回つけたのは山本由伸さん、坂本さん、鈴木誠也さん、この3選手なんですけれども、まあここは本当にできれば、手に入れたいところになるのかなと思います。でまあ一応ね特権が、トツコーチ使ってもいいかっていう指標の一つであるんで、まあその3人が、ボーダーラインは超えてるっていうところなんですけども、ベストナインタイトルホルダーな時点でもうスピリッツが高い分ですね、トツコーチに関しては今 OB とかよりも優先的に使っていいタイミングかなと思います。なんでまあさっき福選手のところとか青木選手のところとかでも言いましたけれども、まあ、オーダー入る選手でトツコーチに余裕があるよっていう状況であれば、もうこのベストナインタイトルホルダーに関しては、せっかく引いてる選手たちなんで、ガンガン使ってもらっていいかなと思います。正直最近はもう本当に OB よりも、こういった、強い元気選手に、トスコーチ使う価値が、どん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 上がってきてるかなと思いますので、まあ、ぜひその辺はもちろんプレイスタイルとかあとはオーダー状況次第っていう感じになると思うんですけど、参考にしていただければ嬉しいかなと思います。はい、ということでございまして、以上ね、今回はベストナインタイトルホルダー大地さんの評価やっていったんですが、いかがだったでしょうか。まあ、まだね、ガチャの期間は一応ありますので、この動画を見て、この選手やっぱり必要だなと思った方とかはね、獲得検討していただけるといいのかなと思います。ということで、ぜひねこの動画参考になってたら高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォロー等と、よろしくお願いいたします。最近ねちょっと話題の、クラブハウスなんていう新しい SNS なんかもやってますんで、よかったら、こっちのフォローなんかもね、合わせてしていただければ嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。